ヨーマン・ウォーダーヨーマン・ウォーダーズは、ロンドン島の衛兵隊であり、そこに属する衛兵のことも指す。ビーフィー,イーターの通称で知られている。イングランド国王ヘンリー7世が即位した1485年に、設立。ヨーマンは、もともと独立自衛の農民を意味しており、国王の命に馳せ参じた、国民義勇軍的存在であった。 国王が戦場へ直接赴くのが常であった18世紀半ばまでは常に国王に付き従いヨーロッパ各地を転戦した。その任務は当初の軍隊としての役割から拡大、新英体的存在として国王とその財産を守護し、またロンドン島に収監されている重要囚人を監視する大役まで任されるようになった。そして国王の護衛にあたるヨーマンが ヨーマン・オブ・ザ・ガードであり、ロンドン島の監守がヨーマン・ウォーダーズである。その後はいずれも退役軍人組織に改編され、ロンドン島が観光名所となった現在ではヨーマン・ウォーダーズは名誉職として主に観光ガイドなどの仕事をこなしている。2007年9月、ロンドン島522年の歴史の中で、スコットランド出身のモイラ・キャメロンが女性初の衛兵に採用された。 なお、この仕事に就くには、最低22年の軍歴と全交渉を受けていることなどが条件。軍歴は陸軍、空軍、海兵隊に限られ、海軍出身者はなることができなかった。これは、海軍は入隊するときに、国王個人ではなく、アドミラルティに対して、忠誠を宣言するためであったが、2009年に、 海軍出身者からの単願が受け入れられ、女王の許可の下海軍出身者にも門戸が開かれることになった。ヨーマンウォーダーの清掃。普段は紺色に赤い線が入った服で、ボトムズは超ズボンだが、年に数回の特別な日には赤色の清掃を着用する。この清掃は15世紀以来のもので、ボトムにはブリーチを着用する。ヨーマンオブザガードの清掃と告示しているが、 ヨーマン・ウォーダーズはタスキをかけていないのが識別点である。このタスキはヨーマン・オブ・ザ・ガードが国王に随伴する最重を携帯していたため、その追い川の名残であり、そのためヨーマン・ウォーダーズの製造にはない。なお、装備としてヨーマン・オブ・ザ・ガードと同じパルチザンとサーベルが与えられている。ビーフィーター人のラベルに描かれたヨーマン・ウォーダー。 イーフィーフィーターという通称で呼ばれるようになった由来は、諸説ありはっきりしない。当初彼らに支払われていた給金の一部に、当時はまだ一般的に庶民が口にする食材では、なかった牛肉が含まれており、そこからやがて、牛食いという呼び名が、自然発生したようである。1669年に、ロンドンを訪れた際に、その事実を知った。 当時のトスカーナ太公フェルディナンド2世でメリチは彼らは牛食いと呼ばれるべきと発言したと記録に残っている。また貴族でもないのに国王の傍ら近くで比較的恵まれた境遇にある彼らの地位を妬んだ人々が汚職、太鼓持ちのニュアンスを持つバファティアという語を用いて揶揄したことからという説もある。AA 王室公式サイトありがとうございます。